本の宇治合戦の図、実際には、上野戦争の様子を描いている。歌川義盛は、江戸時代末期から、明治時代にかけての浮世絵師。歌川国吉の門人。聖は三木、または田口、名は作造。画星として、歌川を称し、和光祭、光祭、坂森、桜坊、桜んぼなどとこうした。はじめ下ついで池の山地に住んだが、 後に、横浜ネギ市に移住している。幼少時より国吉の門に入り、国吉の画風によく習った、武者絵、辞曲絵、花鳥画などを描き、古都に辞曲を風刺した、合戦絵が得意であった。また、海英三年から海英四年には、草造史の挿絵も描いている。蔓延から文久にかけて、イギリス人の図、五カ国、三代崎横浜一覧などの横浜絵の作品があるが、 東都名所その他において、江戸市中遊覧の外国人を描いたのは吉森、以外にはあまり見当たらない。他に、合作の、五条落東街道や、末広五十三寺にも参加した。あとに中年になると、服部ト山、ハザン、川カクア辺共済らと交際し、三木光斎と交して、何画も手がけている。現時元年に制作された、大判西絵三枚、続く、 昔話絶切れすずめでは、はまぐりの辺を下切れすずめの説話に固くして描いており、左側に見られる劣勢となった妖怪たちが、徴収税を意味している、風刺画である。絵本の例としては、カエ頃の、義士命名伝や、膝栗毛を面白造紙が挙げられる。明治以降、一時は内務省二十三等管理として勤務もしたが、明治十八年に辞職してからは、 横浜に移り、横浜へ及び輸出向けの課長画を描いたりした。去年56。墓所は横浜久保山の共同墓地。門人に二代目、歌川吉森、歌川小義盛がいる。ありがとうございます。